皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。本日は88箇所巡礼というバンドさんの共感できないという曲がいかに素晴らしいかみたいな話をさせていただこうかと思います。皆様ご存知でしょうか？88箇所巡礼というバンドさん、まあ僕もそんなに詳しいわけではないんですが、もうらいかっこいいバンドなんですよ。まあたまたまどっかのねおすすめ動画でこうふと見かけて、こうあめっちゃかっこいいこのバンドみたいな感じで、僕はもう一気にファンになってしまって、もうそれ僕がもう超大好きなタイプのバンドさんなんですけれども、去年の12月に共感できないっていうまた新しい曲を発表してるんですよ。その曲がねまたねらいかっこいいんだ。もうなんか音楽の完成度がもう半端ねえというか、なんていうか、そう表現力が半端ねえというか、もう美しいんだよね、とにかくもう曲として。で僕もこの曲をもうね100回聴いたと言っても過言じゃないぐらいもうすっごい聴いてるんだけども、毎回毎回聴くたびにもね圧倒されるこの音楽の完成度ともう美しさですよ。もうこれはすげえなと思って、もう毎回毎回感動を覚えるほどなんだけども、ちょっともうね知らない人いたらねもうぜひ聴いてほしいなと思って、こんな動画を作ってみようかと思った次第でございます。共感できない、細かく言うとその共感っていうのは、そうね、あの今日のところが狂言とかの狂うっていう字なんだけれども、普通に検索窓にね、あのひらがなでもカタカナでも共感できないって検索すれば88箇所巡礼さんのオフィシャルの動画が出てくるので、もし見たことがなければぜひ見てみてください。この MV もめちゃくちゃかっこいいけども、曲もめちゃくちゃかっこいいけども、もうすげえんだマジで本当にもうなんか引き込まれるとはまさにこのことなりみたいな感じで、もうすごい、もう何回見てももう圧倒される、もう映像と音楽だから、もうぜひ聴いてほしい。とりあえずこの動画の中でですね、この曲の良さを語り出したらもうキリがないんだけれども、まあとりわけこの辺がすげえっていうところですね、ベラベラとお話をさせていただきますので、もし興味があったらぜひ聴いてみてくださいます。よろしくお願いいたします。とりあえずこの曲はあのイントロ、ドラムのフレーズから始まるんですよ。みたいな感じの、このフレーズがずっと最初から最後までこのループとなって、で途中でこのすごいこの盛り上がって、ちょっともう落ち着いて、めっちゃ盛り上がって、おら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 、うわーっていう感じのこの絶頂を迎えるみたいな感じの、そういうタイプの楽曲なんですけども、で最後の方にこうザンと落ちて、またドラムのループが始まって、うんたらかんたらっていう感じの曲でございます。これドラムね、やったことない人にとっては全然そうなんですかっていう話なんだけども、このね頭のねドスコパコトコチパチクドスコパコトコって、このフレーズをかっこよくグルービーに叩くっていうのは実はね超むずいんですよ。これねドラムやったことないとね絶対わかんないんだけども、やったことあると逆にわかると思います。2拍目のドッドッパッドドッドっていうところ、まあ、ドラムはね皆さんご存知の通り、右手でハイハット叩いて、左手でスネアドラム叩いて、右足でバスドラムを叩くんだけども、2拍目のドッパッドドッドっていうところ、ドッパッドドッドっていうところ、ここのところをこのタイトにかっこよくグルービーに踏み続けるって実はすっげえむずいんだよね。でもこの曲はねもう最初から最後までこれがもうひたすらこう連続して、で途中でこうね激しいところはさ、ハイハットオープンでさ、シャンシクパクシャクスシャンサンシャイデンシクパクってやってるところも、もうこのテーマがずっと続いてさ、もうそこら辺もすごいエモいんだけれども、もうちょっとねこのドラムのパターンから始まるっていうところですよ。このフレーズむずいんだマジで。でそのフレーズが2小節続いたら、あのベースがこのリフというかテーマというかそういうのを弾き始めるわけですよ。でこのフレーズがいきなりね超変態フレーズなの。こんなフレーズ、こんなフレーズ、もう最初のドラムが始まりました、このベースが入りました、しばらくはずっとこれがループするんですよ。まだ盛り上がらないところですね、もうこの準備段階でございます。そこでこうねひたすらこう止め続けるわけでございますわ。でこのフレーズ自体はすごいこうなんかコードトーンがさエモいじゃないですか。これとかこのね、この方のこのベースの音ってどうやって作ってるんだろうっていうぐらい、なんかこのなんかうねり感、特にそのこの辺のこのフレーズのこのね、なんかこのレッって感じのこのうねってる感じが、でもなんかどうやって何のベース使って、何のエフェクター使って、何のアンプを使えばあの音が出るのか、すごい全然わかんないんですけども、ちょっと詳しい人いたらちょっと教えてください。どうやったらあの音出るんだろう、この時の
この時のベースの音かっこよすぎやろって感じがするんですけども、ちょっと詳しい人いたら、ぜひ教えてください。まあそんなフレーズが始まって、しばらくこのバート続くわけでございますよ。でこのフレーズもまたこうねかっこいいしね、これを弾きながら歌うっつうのから変な話ですよね。おかしな話でございますよほんまに。で合間にさ、このねギターのカッティングのフレーズとかも出てくるんだ。それがまたかっこいいですよ、このこのこんな感じの、このハムバッカーをこのリアにしてコンプだけかけた、このすごいシンプルな感じのこうねテキテキって感じのこのすっごいさりげないサウンド、なんかカッティングとかっていうさ、なんか音をさ、こんなのみたいな感じの、このかっこいいこの激しいのとか想像するかもわかんないですけれども、まあこのね言ってみれば、そのなんかこのレチラのキャントストップとまたこの違ったこのクレバーなこのクールな感じの、この激しいわけではなく、すごいこの極めて冷静にこう、このねカッティングのところとかすごいいい感じですよね。でここからそのね、あのこの歌がさ、この棒が君のわかんない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 よなんていくんだけども、このねメロディーと言葉の組み合わせよね、ボテラスタラスやんせわかんない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 よ、このねいいよね、この言葉とメロディーのこのベストマッチ加減よほんまに。で、この MV の時のこのね、わかんないって言った時、あのこの絵のエモさよ。で、この、あ、わかんない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 よみたいな感じでこうめちゃくちゃこうね一気にこうバーンと行くんだけども、わかんない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 よーでこうゾーンバーンと行くわけですよ。その時のこの爆発感たるや、ちょこの動画を見ていただければね、その僕の言ってる意味わかるんですよ。もうズドンうわーみたいな感じだから、それまでこのねボーカルとかって結構ねそのねあの良い意味でこのねしっかりしないっていうかなんていうか、結構そうふわふわな感じでこう聞かせるんですよ。一番最初のさあのパンパパンパパラパパンパンのところとか、すごいこのねボーカルがもうねすでに3本ぐらい重なってるんだけども、それぞれこうね左右にすごい振ってるからさ、すごいもうボヤボヤって聞かせてるんだわざと。でこれなんでかっていうと、ここでわかんない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 よーのところでこうズドーンって行かせるためにボヤ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 ってしたんだけども、そこでこう全てのものがズドーンってくるわけですよ。ギターもね突然こう膝始めるこうこう、でドラムのドンスクパンドンスクダンタクドクドンスクスカスカダロドロロみたいな感じでこうめちゃめちゃ激しくなったりとかしてさ、もうここのためにこうずっとこうね溜めて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 ズドバンうわーみたいな感じなわけでございますわ。でこの時のこのねベースの音選びもってまたすごい面白いんだ。そこよくこんな、ね、音選びなんか思いつくなみたいな感じでさ、わかんないわかんないわかんないわかんこんな感じの、これコードネームで言うとさ、ずっと E マイナー、わかんない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 よー、E マイナー、A マイナー、B マイナーがあって、でこの後にそのね今日完璧ないのところでこうね A ベン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 、このフレーズ、このコード進行 A からの共感できないのところとこの共感できないのこのメロディの組み合わせと言葉の組み合わせよ、美しいよね。なんかこのそれまでさ言いまいないさ、ね、わここで共感できないみたいな感じで、もうすごいいい感じで、これが2フレーズとか2回しあって、このベースフレーズがまたこうね面白いんだ。
もう多分だけど僕が耳コピーしてる感じだとこんな感じのフレーズ。多分ね、ここをベースでこんな感じの復元を入れてると思うんですよね。この復元はまたこうすごい不思議な面白い入れ方するなみたいな感じで、でこの後そのベースのフレーズでまだまだ感心するところがたくさんあるんだけども、この後またこうね、うわードーンって時にこうブワーってこういろいろとこうねもう続くわけでございますよ。この辺のこのね、なんだろう、そのなんか戦いの火蓋が切られたじゃないけどさ、もう一回こうズダーンっていったとこのズゾーっていうこのもう機関車がこの暴走するかのごとくのこの爆発力加速感がもうすごい凄まじいわけでございますよ。でその後続くとね、またこうベースフレーズがまたね面白い感じになってくるんですよ。ちょっとこれオクターブが足んないからそのね表現できなくて一回オクターブ下げるんだけども、こんな感じのめちゃめちゃこの不思議な感じですよね。で最後の方もね、このベースのフレーズがまたすげえ面白くてさ、ちょっとここの部分わかるかな、このこんな感じのフレーズとか、なんかこうね、音遣いがね、めちゃくちゃ不思議というかね、面白いんですよね。なんか全体的に曲とかもすごい素晴らしいし、この歌詞の世界観とかミックスとか、そのね、ドラムのグルーヴ感とか、ギターのこの面白いフレーズとかもすごい、すごいですし、なんかもうね、すべてが完成し尽くされたというか、なんか緻密に計算されているというか、なんかそんな感じのイメージがすごくあるんですよ。ギターのそのリバーブとかもさ、その、すごいこの広がりが出るように作られてますし、ディレイとかもさ、その最近流行りのその島ってやつ、なんかこのディレイ、を繰り返していく音がなんかこうどんどん広がっていくみたいな感じで、なんかそういうものもふんだんに使われたりとかして、でなおかつそのねズドン出すとこはズドン出すみたいな感じで、なんかそういうこの爆発力とかですね、その駆け引きとかメリハリがですね、ほんまにもうめちゃめちゃ素晴らしい。で最後はね、いろいろこうバーッとあって爆発ドワーンとして、もうこのみたいな感じで終わるんですけれども、なんかね、まあ、こんな話を聞いた後にその共感できない聞いていただくとですね、なるほど滝沢さんが言ってたのはそういうことかといろいろ納得できるところがあると思うんですよ。まあいろいろとねまだまだその語りたいところはたくさんあるんですけれども、とりあえず分かりやすく、この辺すげえぜというところをお伝えするとそんな感じでございます。ぜひもう聞いてみてくださいませ。そしてこのね感動していただけるとすごく嬉しいなと思います。なんだバンドってすごいよね。なんかこういうの見たりとかしてると本当なんかバンドってなんかバンドやりたいなっていう風にちょっと触発されてしまう感じでございますね。まあそんな感じでございます。ちょっとバラバラと、お話をさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。ぜひ何度も言うようですけども、共感できない検索をしてみてくださいませ。そしてその動画、見ていただいて、もしこの感想というかそのね思ったこととかあったら、ぜひその88箇所巡礼さんのページの方でもバッとコメントしていただけたらすごく嬉しいですし、また僕のページにこの動画に戻ってきていただいて、もうね初めて見てきました、もうやばかったですとか、もうこんな感じに思いましたみたいな感じのコメントをしていただけたらまたすごく嬉しいなと思います。ぜひチェックしてみてくださいませ。それでは今回はこんな感じで終わりにさせていただきましょう。今回は最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いしましょう。グッバイさよならの前に、私滝沢勝成ジャワ会なる、メンバーシップなんてものをやっております。下のリンクからですねポチッとクリックしていただくと入会できるんですけども、まあ簡単に言うとそのファンクラブサイトみたいな感じです。そちらの方に入会していただくとね、僕とそのねすぐこの簡単に会話できたりとか質問投げかけていただいたりとか、なんか楽しいコミュニティができたりとかするので、もし興味があったらぜひチェックしてみてくださいませ。それではまた違うところでお会いいたしましょう。グッバイさよなら。